谷売りプレゼンショー、はいはい、本日もメールをいただいております、はい、上京区のゆうきママ38歳、お母さん38歳、ね、38歳、キヨピー師匠こんばんにゃ、こんばんにゃ、いよいよ夏休みが終わりますね、はい、キヨピー師匠は夏休みの宿題は最後にまとめてやる方でしたか。はい、そうです。うちのチビたちは今大慌てでやっています、はい、ところでそんな夏休みの宿題の一つである工作、お二人は、あれ苦手やわ、お二人は得意でしたか。あ、で私の近所にはあの鉄砲ね、銃を作る工作の名人がおります。これ、うん、バーン、銃銃お一度取材してみてください。何銃、え、何銃、そんなまたボケさそう思て全然だからな、何、空気銃とか火縄銃とかちゃうのもうカットしといて。それってボケてんの。いやもう透かしてんねん。いやいやわ、そんな、あ、また感じ悪い金太郎になってきた。お前は黒金太郎になってる。黒金太郎、この間黒金太郎なってる。黒金太郎評判悪いな。何銃なんかな。何銃、うな銃、うきたうな銃って言ってほしいの。手作りの銃、すごい銃を手作りで作る名人がいるということで、やってきたのはこちらのお宅。じゃあすごい銃を作ってるっていう方がおられる。河合さん、なんか銃を作ってるってことは。銃ですか。はい、まあ一応銃作ってますけれども。銃作られてるんですか。はい、早速名人の作ったすごい銃を見せていただくことに。果たしてすごい銃とは一体。はい、おお、かっこいい。銃として作られてる銃って、これゴム銃か何かですか。そうです、私が作ってるのはこのゴム銃なんです。あ、おお、銃といっても名人河合重治さんが作る銃は木材や割り箸などで作るゴム銃。あ、でも形は、弾はもちろんよく見る普通の輪ゴムを使う。あったあった。電車できんの。これ電車ですか。そうですね、この三角翼の回転を利用して、はい、あの連射できるんですね。ゴム銃はもちろん全て手作り。お見事。すごいですね、本当に。私なんかまだまだなんですよ。まだですか。はい、もっとすごい人がおられるんですよ。全国組織で日本ゴム銃射撃協会というのがあるんですよ。2000年に発足した日本ゴム銃射撃協会、今では全国大会も行われており、1400人もの会員がいるという。早速もっとすごいという河合さんのお知り合いの元へ。おいおいおい、おおいおい、そこの狙い方やな。どうしようか。そうです、こちらです。どうもどうもどうも。いや、もう帽子お似合いですね。頑張る。こちらの方は協会の理事もされている浅野純一さん。浅野さんはゴム銃射撃の全国大会の優勝経験もあるということで、その腕前を披露してもらうことに。すごい、すごい集中力。わあ、この競技はちょっとした心の乱れでね、アトラクションです。非常にメンタルなスポーツですね。さらに数々のゴム銃を見せていただくことに。これもうゴム銃です。ゴム銃です。すごいでしょ。これはね、新潟のね、はい、あの漆職人さんが作って手作りなんですか。これコンクール。かっこいい。こんなのも、これもゴム銃なの。まあちょっとね、これはご家庭に一つあればね、非常に便利です、はい、背中もかけるし、はい、なんかこのね、ゴキブリも出てきたら。お、さ
新丸ゴム銃。これは56連発。56連発、はい、すごい。1つずつにゴムかけていきまして、で順番にこのピンがですね、はい、下がって外していくという、はい、まあマシンガンです。マシンガンです。バーツ。これはこれはね、大門軍団や。引き金を一回引けば、はい、全部一遍に飛んでる。三男児みたいなもんですけども、まあどっちかいうとバズーカですね。はい、おおお欲しい。ガトリング、極めつけは、うわすごい、こういうやつや。重心がどんどん回ってきますから、まあ、ガトリングと言うても間違いじゃないですけれどもね、はい、これが回ることによりまして紐がね、はい、一本一本こう外していくんですね。うわーすごい。すごいな。もはやゴム銃の域を超えている。手作りで自分で作っていくというところが魅力の大きな要因だと思うんですね。もう人生のね、一つのパーソナルになってしまいました。まあ大人も子供に変えれるっていうんですかね。昔割り箸ゴム銃で遊んだ時の気持ちがそのまま大人になっても楽しめる、これが魅力ですね。昔ながらの手作りのおもちゃゴム銃、たかがゴム銃、されどゴム銃、手に取り遊べばすぐに誰しもが童心に帰る。ゴム銃にはそんな不思議な魅力があるのではないだろうか。好きでしょう。欲しいわ。大好きでしょう。あのベスト3たまらんな。たまらん、びっくりしたわ。たまらんわ。バズーカすごかった。ボルサリーノみたいだったもんな、映画のな。かっこよ、あんなん子供の時持ってたヒーローやで。せやな、絶対先生怒られるやろな。はい、あんな持っててみ、もう楽しいでマジで。通勤の時のカバンとか入れててみ、俺もずっと触りながら阪急乗っていくわもう。それ変質者やもん。違う、入れてこうもそ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 、あれはずっと触ってなあかんねん、あのゴム銃いうのは。あれ大体優勝すんのあの子供なんで。へえ。でも子供の2年3年生がさ、50歳ぐらいのおっちゃん任してんのよ、うん、あだってさ、さっきの人言ってたもん、ちょっとした心の乱れが、うん、乱れで当たりませんねって。やっぱり子供はとにかくもうやる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 で、そうその集中力っていうか、その雑念のなさが大人を打ち負かしてしまうんちゃう、うん、そうやな、深いな、人生やな、人生やわ。いやいやいや、恐れ入りましたね、本当に。